それでは改めまして鹿児島県日置市よりやってまいりました祭りや論破です。よろしくお願いします。ということでね、学生チームのね、審査気になるところですが、ここでね、社会人チームのかっちょいい演舞を見てもらえればなと思います。今日は本当に一日雨でしたが、最後ね、すごく寒くて、もう風邪ひきそうかなと思ってたんですけど、こういうね、素晴らしい会場で演舞させていただくことはありがたく思います。明日ね、メイン会場はじめ、たくさん演舞して、できたらいいなと思いますので、どうかよろしくお願いします。まあ、みんなね、どうでした、学生チームの演舞、刺激されましたね。俺ちょっと思ってるんだけど、ここでむっちゃいい演舞すれば初陣戦大勝ちょっとあるかなと思って、初々しさ出していこうかな。まあ本当僕ら初出場で久々の演舞なんで、これ初めてなんですよ。大早出るの3年目のチームなんで、やっと出れました。地元のお祭りにですね、その感謝の思い込めたいと思います。どうかよろしくお願いします。はっ、いくぞロンパー。それでは参ります。ドンパ節構え。改めまして、日置市よりやってまいりました祭りや論破というチームです。我々先ほど申しましたが、今回鹿児島春祭り大半初出場となっております。この大半演に出たいがために作ったチームですが、ここまでかかってしまいました。ですが今日その喜びをぶつけたいなと思います。このドンパ、祭りがなく練習もできず、練習をしても会場が取れず、参加2人3人という状況でチームの存続も危ぶまれていました。ただこの大繁栄があったから、この間の九州合戦があったから、練習復活してみんなモチベーション上がりました。本当にこの上の皆さんに感謝です。さあ皆さんに感謝を伝えよう。祭りや論破。さあ論破、まだまだいけるぞ。最後にこれだけ観客の皆に感謝の思いを伝えていこう。大地よ、心を揺らせ。高鳴る鼓動よ、波を起こせ。さあ皆さんご一緒に。はいはい、ドンパ節わっしょい。さあ祭りはどこに温かい手拍子、どうもありがとうございました。ドンパ、ここ鹿児島春祭り大半夜土曜日1日目4回演舞させてもらいました。どれも雨を降りましたが、とても楽しい演舞でした。本当に観客の皆さんを応援してくださって、運営の皆さんからも声援をくださった皆さんに感謝の思いを込めて礼、はっ、撤収。はい、祭り屋ナンパの皆さんありがとうございました。ありがとうございました。どうでした？よかったですか？もうこれは初陣戦大賞狙えるんじゃないかな。大賞だね。ちょっと審査に入れておいてください。ちょっと狙います。ありがとうございます。